アメリカが進める F-35 戦闘機次期エンジン選定が進められている中、F-135EEP エンジンと XA-100 エンジンの2つが候補に上がっている。今回は、この候補に上がる2つのエンジンを詳しく見ていきますね。アメリカが掲げる問題は、発電能力と冷却能力、燃費消費だけど、アメリカでは、主として、空軍が、通常滑走仕様の A 型、海兵隊が、短距離離陸、垂直着陸が可能な B 型、海軍がカタパルトで運用する艦載機仕様の C 型を採用しているのが、いわゆる第5世代戦闘機のロッキード・マーチン社製の F-35 ライトニング2だ。現在の日本でも、すべて、航空自衛隊が運用する予定で、F-35 ライトニング2の A 型を105機、B 型を42機の総合計147機を調達する計画が進められており、アメリカ軍に比すれば、一桁は少ないものの、世界で2番目の機体数の取得を目指している。現行の F-35 ライトニング2が搭載している機関部は、世界初の第5世代戦闘機であり、同じロッキード・マーチン社が手掛けた F-22 ラプターに採用されていた、プラット&ホイットニー社製の F-119 をベースとしている。機関部に関して、F-22 ラプターは双発、F-35 ライトニングには、単発と、大きな違いはあるものの、前者が搭載した F-119 を、単発でも、十分に強力なものに、改良をした結果、これが、F-135 となって、同機に搭載されている状況にある。ただし、F-35 ライトニングには、冒頭に述べた通り、A、B、C の3つの型に大別されるため、この機関部の F-135 も、厳密には、A、C 型には PW-100、B 型には PW-600 という2種類が存在しており、それぞれの用途にかなう性能を持たせている。B 型の短距離離陸、垂直着陸という特性を実現するために、PW-600 は、PW-100 に比べて、大型のリフトファンを搭載するなど、部品点数やスペースを必要とする、複雑な作りを余儀なくされており、機関部の各スペックとしては低くなっている。A、C 型の F-135PW-100 の場合、推力は、ドライ状態で 124kN 以上、アフターバーナー使用時には 191kN 以上を発揮し、作戦行動半径はおよそ 1240km ほどという数値が公表されている。これに対して、B 型の F-135PW-600 は、推力はドライ状態で 120kN 以上、アフターバーナー使用時には182kN 以上を発揮し、作戦行動半径は、およそ 935km ほどという数値で、いずれも、PW-100 を下回っていることがわかる。こうした相違は、F-35 ライトニング2の機体そのものが、各タイプで、若干異なる大きさであることで生じているものだが、それによって、搭載可能な燃料の重さにも、差が生じているために、A、C 型と B 型とでは、大きな開きとなって反映されている。現行の F-35 ライトニング2に関しても、単純に作戦行動半径を拡大したいだけであれば、現在の第4世代機等で、上等手段である、外部燃料タンクの増設という手法で対応できなくはないが、最大の特性である、ステルス性を損なうためにあまり、推奨はされない。それでも、F-35 ライトニング2の作戦行動半径を広げる必要があると、アメリカ軍が認識している背景には、仮に、いわゆる台湾有事が正規したと考えた場合には、現行の航続距離では、想定される任務の遂行に、
支障をきたす恐れがあると見ているゆえである。これは、純粋に、現行の F-35 ライトニング2の性能に照らして考えた場合、各種のシミュレーションにおいて予想され得る結果をもとに導き出された問題点であり、近年では、質、量ともに増強著しい中国軍に対抗するためには、避けて通れない課題となっている。また、こうした台湾有事を睨んだ F-35 ライトニング2の作戦行動半径の拡大の必要性と並行して、同機の今後のアップデートでも搭載するアビオニクス類が強化されることから、現行の F-135 の電力供給と、それに伴う冷却に関しても、解決策が求められている。ここにおいて、F-35 ライトニング2が今後搭載する機関部は、これらの大きく3点、つまり、作戦行動半径の拡大燃費の向上、今以上の大電力の確保、大電力を確保するために発生する熱の冷却を同時に行えることが目標に据えられている。これらに対処する方法としては、現行の機関部である F-135 を改良して搭載するというものが、まず挙げられ、既存のエンジンサプライヤーであるプラット&ホイットニー社は、これを F-135EEP と呼称して、その搭載案を推している。ルーツを遡れば前述したように、F-22 ラプターの F-119 まで行き着くことのできるプラット&ホイットニー社の F-135EEP は、その意味においては、実績も確実性も申し分のない機関部と言えそうだが、推奨する声ばかりではない。プラット&ホイットニー社の F-135EEP を支持しない意見は、大きく、2点が、その根拠とされており、これは、あくまで、現行の機関部の改良型でしかない同期では、今後の機関部に必要な技術開発の足がかりにはなり得ず、その将来性に、疑念を投げかけたものだ。また、現在 F-35 ライトニング2の機関部としては、F-135 を生産するプラット&ホイットニー社のみが、今後も、同様に、その地位を一社で独占すること自体を危惧する声も少なくなく、リスクを分散する意味からも、現体制からの変革を唱えたものだと言ってよい。こうしたいわば反プラット&ホイットニー社の F-135EEP の声が上がる裏には、対抗馬として、アメリカ軍の次世代戦闘機用に開発が進められているアダプティブエンジン AETP の存在があり、その将来性を背景としている。このアダプティブエンジン AETP としては、ゼネラルエレクトリック社製の XA100 と、プラット&ホイットニー社製の XA101 が開発されているが、ことに、前者は先行して各種の試験を終えており、実用化にも目途がつきつつある。ゼネラルエレクトリック社製の XA100 は、現行のプラット&ホイットニー社製の F-135 に比べて、作戦行動半径でおよそ 30%、燃費でおよそ 25%、冷却効率に至っては、およそ 50% もの向上を果たしていることが明らかとなっている。こうした性能評価を足がかりにしてゼネラルエレクトリック社は、XA100 を F-35 ライトニング2の代替の機関部に押し、プラット&ホイットニー社が、これまで独占してきた領域に、くさびを打ち込もうと、アピールを行っている。ただし、ゼネラルエレクトリック社の XA100 は、F-35 ライトニング2の A 型であれば、一部のソフトの調整のみで、換装が可能とされているが、C 型ならば搭載する、航空母艦の設備について、それに準じたものを追加する必要があるとされる。また、最も構造が複雑な B 型の場合にはゼネラルエレクトリック社の XA100 に換装するには、物理的な回収作業が必須となるため、同社は、もともと、
作戦行動範囲が最も狭い B 型にこそ必要になるとその意義を述べているが、これを疑問視する声も多い。アダプティブエンジン AETP としてはいずれプラット&ホイットニー社製の XA101 も同様に各種の試験をクリアしてくるのは明らかだが、これらエンジンサプライヤー以外、軍やアメリカ議会は一社での独占は望んでいない。そのため、仮にアメリカで F-35 ライトニング2の機関部が今後アダプティブエンジン AETP へと換装することが決定されても、ジェネラルエレクトリック社とプラット&ホイットニー社とは併用される可能性が高いだろう。何としても自社の XA100 を F-35 ライトニング2の機関部に採用させたいジェネラルエレクトリック社は、もともと同機の開発に参画していたパートナー国や日本のような購入国でもその感想に対応する用意があると述べている。ただし、こうしたジェネラルエレクトリック社の主張を真に受けることは現実的ではないと見さされており、その開発コストやアメリカの次世代戦闘機用の極めて機密性の高い機関部であることを考慮すれば、リップサービスの気を出ないと見る向きが多い。